水戸バイパスの航空写真水戸バイパスは、水戸市内を走る国道6号と国道50号のバイパスである。東茨城郡茨城町の長岡立体から水戸市を経て、ひたち中市の枝川立体に至る国道6号のバイパス道路である。1973年10月完成。国道51号と交差する渋井町交差点を除いて、交差点は平面交差である。 全区間が4車線。延長13.5キロメートル。それまでの水戸中心市街地を通過した、国道659道よりも東側に並行して位置する道路で、茨城町、長岡水戸市吉沼町、住吉町、坂戸町、浜田町、若宮町、ひたちなかししものルートをたどり、中川を渡る橋も、水府橋、小峠橋よりも下流に位置する、水戸大橋となった。 北関東自動車道とは、茨城町東インターチェンジで接続し、国道50号水戸バイパス及び東、水戸道路一般部とは、坂戸町交差点で交差する。旧道は、茨城町長岡から、水戸市笠原を通過して、水戸駅北口を経由し、中川に架か,かる水府橋を渡って、勝田市下へ到達するルートであったが、水戸市内の国道6号旧道の、 通行車両増大による交通渋滞が続いていたことから渋滞緩和を目的に水戸バイパスが建設され1971年3月25日に全線開通した。道路の線形は従来の旧道との比較をすれば全線を通じてより直線的に連続する見通しの良い道路となった。水戸バイパス開通によってこれまで水戸中心街を通過していた。 国道6号9道は、1971年4月30日に、建設省書館から、茨城県に移管されて県道に広角となっており、現在では、茨城県道50号三戸上水線の一部、茨城県道232号下水三戸線になっている。かつて、三戸市内の国道6号の道筋は、ちなみ湖畔を経て、旧国鉄上番線立橋の梅戸橋を渡って、 旧水戸市役所下の銀南坂交差点水戸駅前を通り、東屋旅館各大手橋から中川に架か,かる水府橋へ出た。1945年8月の終戦後は、水戸市宮町二丁目の当初宮下の高島山前から銀南坂を経ていた道路は、まっすぐ、水戸駅前に出るように付け替えされた。この道筋は、明治時代の陸前浜街道を踏襲するもので、大正。 昭和時代へと引き継がれた時に、道路改良工事によって極路がただじとなり、並木式が拡張されて広い道に変化していったが、昭和30年代から始まるモータリゼーションによる車両像で交通渋滞が続いていたことから、全国的な国道バイパス開通の流れで、茨城町大和長岡三戸市吉沼町、住吉町、坂戸町、浜田町、若宮町、勝田市、 一ゲマが1971年3月25日に竣工した。旧、下市付近は1970年6月に開通した。国道6号水戸バイパスの完成により、中川の水府橋を通過していた。国道6号は、勝田市枝川の小飛橋から約500メートル下流の水戸大橋を通過して、勝田市下尾へ北上するルートへと変更された。 年表2005年度平日24時間交通量、三戸市の大塚池の旗立体から、坂戸町交差点までを結ぶ、国道50号のバイパス道路。北関東自動車道、日立中開発により予想される、交通量増加への対応及び、三戸市街を通過する国道50号の渋滞緩和を目的に、常磐自動車道三戸インターチェンジ付近から国道6号、三戸バイパスまで、 市街地南部を環状に結ぶ延長1 1 6トルのバイパス道路。水戸市拡大町を起点に、同市南部地区を迂回して、同市坂戸町で国道6号水戸バイパスに接続する。1992年12月完成。バイパスと原道の分岐点により2トル西側に、水戸インターチェンジが位置する。全区間が四車線。沿線には、ロードサイド店舗が多い。 バイパス開通後の言動も国道50号の指定を受けている。ありがとうございます。